こんにちは、一郎です。今回の企画は帰ってきた CHR。 はい、おぉおうち、これね、今日なんか知らんけど落ち葉がすごいね。はい、春なんですけどね。春なのになぜ落ち葉はい、ってことでね、今後の CHR、はい、どういう風になるかっていうのをちょっとご紹介します。はい、まず今までなんでこんなに CHR が出てこなかったのか、はい、まず前回のライズの納車の時にもちらっと説明したんだけど、うん、うち工場によってちょっと撮影できる環境とそうじゃない環境があって、はい、まあいつも同じ工場じゃないんですよ、はい、またパーツによっては工場変えてるんで、うん、まあ、今回作ってる工場は、まあ、なかなか撮影ができる環境ではないと、はい、でその東京オートサロンで、うん、まあ、これ出す予定だったんだけど、はい、リアウィングの開発に手こずったなるほど。もともとの予定はリアウィングはポンとつく、うん、で、まあなんとかフロントリップだけ作って、うん、サイドリアはノブレッセの今まであるエアロをつけてとりあえず形にして出そうと、はい、そういう予定だったんだけど、うん、まずリアウィングを作るのにものすごく時間がかかった、うん、っていうのがもう一からやり直し、まあそうですね、うん、もう形が全然違う。ここの形状がもう全く違ってた、うん、だからもう全然合わなかったのもう合わしても合わしても全然合わない。ガタ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 っていうかもう全く合わん、合わない、合わない、もう全然つかないと。違う、別物、また別物だから、幅とかは一緒だったけど結局ここの付け根のところはもうやり直し、あ、なるほどね、作り直しみたいなんで時間がかかりました、はい、そうしてると結局オートサロンの方には間に合わず、うん、まあ結局フロントもサイドもリアもウィングをとりあえず作ってから開発始まったんで、はい、3ヶ月以上かかったと。うん、長かった。ようやく形になって今型を作ってます、はい、なので、4月の、うん、まあ、4月中には、うん、おそらくエアロが取り付けできる状態になるんじゃないかなと。なるほど、はい、なので早ければ4月から先行予約を開始するかな、エアロに関しては、はい、まあ5月いっぱいもしくは6月いっぱいぐらいまで先行予約を開始するっていうような状況になるかと思います、はい、今の予定ではね、うまくいけば、うまくいけば、はい、なのでまだ今開発中、うん、まだエアロをお見せすることはできないんだけど、はい、一応どんな風になるかっていうのは、まあその絵を描きましたんで、はい、まあ、車高もホイールもノーマルでエアロだけつけてこんな感じになるよっていうのが一応書いてそう、ご紹介します。はい、はい、こちら、はい、はい、これフロント、これフロント七三での絵です、はい、で次にリア、はい、はい、リアこんな感じ。なるほど、はい、はい、で今のね感じを見ていただいても分かるんですけど、フロントはもうここスイフトスポーツみたいな感じで作ってます、うんうんうん、今回、はい、でこれね真横から見てもらうとね分かるかな、フロントバンパーの方が低くない、ここ、あ、低いですね、これ今この高さでしょ、うん、これをそのままリア持って、サイド持ってくとこんなにほらこんなに違うの、こんなに違う、フロントの高さをそのまま横持っていくとガバガバに開いちゃう。そうですね、わかる、そっちから、わかりますよ。でこれを払拭するためにサイドを少し下方向に伸ばしつつ、うん、フロントはなるべく下方向に伸ばさないっていう感じのエアロに してます、はい、スイフトスポーツと同じようにこうエアロの、まあ、純正バンパーの下に取り付けるっていうような形にしてます。はい、で GR スポーツなんで、うん、こうまあレーシーな感じの仕上がりにしてます、はい、で後ろの
後ろのエアロね。で、後ろのエアロもそのさっきの A の通り、はい、これもスイフトと同じ感じで下につける。うん、で、センター出し、前期の方ではセンター出しがあったんだけど、うん、ここにバックランプがついてるから、はいはいはい、ここにマフラーを持ってこれない、うん、だからまあその下から、まあ、ここはもうそのまんま、うん、でマフラーも4本出しがつけれるような感じでデザインしてます。おかっこいいですね。で、まあ、あの絵はあのマフラーついてないんですけど、はい、まあ、今後ね、はい、そういうマフラー開発、うん、でエアロの取り付けムービー、うん、でまあ、ウィングもつけたらこんな感じ、うん、まあ、ウィングはね多分つけたらもう前期の CHR のウィングついてるのと同じような感じに見え方すると思うんですけど、うんうん、はい、はい、で車高、はい、こう車高調つけます今回。おでホイールね、うん、ちょっと今回、はい、まあ、前回のヘアラインのラッピングした車同等、はい、まあ、同様ね、うん、ちょっとホイール冒険してみようかななんて思ってる。おお、そうなんですか。じゃあどんなホイールをつけるのか。はい、これいくよ。ドーン。レブリミットなんだけど、うん、新古車っていうかさ、はい、走行距離のやたら少なかったCHR、はい、コンプリートカーにして販売したよね、はい、あの車に履いたレブリミットのホイールの幅が 9.5J の方。おお、これ19インチの 9.5J42。 本当だ。はい、じゃあなんでこんな 9.5 の太いのを履くかというと、うん、このねホイールのこのスポークが反っとるの分かるかな、うん、この中にギュッと入ってる。うん、これが超かっこいいよね。かっこいい、迫力あって、うん、でこれがね実際この車につけると、まあ今風、まあ、見るとこんな感じ見えるよね。うん、ただ 9.5J の42なんていうサイズがこの車に履けるかどうか、えこれもねちょっと動画でいろいろやってみようと思うんです。はい、もちろんノーマル車高だったら多分すごい出る、うん、それをどう収めるかっていうことも、はい、ちょっとやってみたいね。なるほど。はい、いきなり盤面が変わりましたけどここ実はね CHR のパーツがね、はい、あるの、うん、これは車高調で、これがね何かっていうと、うん、フロントのキャンバー、はいはい、キャンバーボルト。そんなのあるの。そう、ただこのキャンバーボルトだけでもきついのかな。でちなみにこれ、うん、これがねキャンバーアームだった気がするんだただね50プリウスに使ってたやつかもしれない。なるほど。ちょっと車種買いとかなあかんな。これは CHR っていうのは覚えとるんだけど、うん、これこの辺なんかいろいろ出てくるんだけどさ、まあ一回ミスタータイヤマンさんに持って行って、そしたら分かりますか。分かると思うけどな。これ CHR だもんな、間違いなく CHR だと思うよ。うん、うんうん、ちょっと分かんなくなっちゃってそうで、まあこれをつけてあの 9.5J、はい、履けるかどうかやってみようかな。うん、その思いっきりはみたいになると思うんだけどね。うんうん、まあ、ちょっといろいろやってみます。はい、でダメなら禁断のオーバーフェンダー、うん、ここでも来たかどうなるんでしょうか。はい、楽しみですね。うん、ただ今このタイヤ引っ張ってないから結構厳しいかもしれんけどね。あ、そうなんだ。うん、まあでもちょっとね、いろいろこのどうしてもこれ履きたいから、はい、ちょっと履けるかどうかはまあ別問題としてね、うん、挑戦するっていうのはやってもいいと思う。ありですね。ダメだったらこれを諦めざるを得ない。
うん、そうですね、そういうことになりますよね。だいぶまっすぐなんだよね。そうか、そう、そう、だいぶまっすぐになっちゃう。楽しみじゃない。でも楽しみですね、どんな風になるか。はい、ってことで、ね、今後この車、足回りやホイールやらマフラーやらエアロ取り付けやら、ちょっといろいろようやく動画に出てきます、はい、ただまあエアロが完成するのが4月後半ぐらいかな、まあ次回はちょっと足回りホイールをね、変えてみたっていう動画になるかと思います。はい、はい、それじゃあ今後の CHR もぜひお楽しみに。お願いします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お待たせしました最後に